やっほー、今日はパッキング動画を撮っていきます。何から入れる、これ切るの、こいつじゃじゃん、エスパ、エスパのライブに行くんですよね。どうしても切りたいよ、これ。失礼します。これしかもさ、いつも分からへんねんけど、どっちに服入れるとかある？ズボン、これ購入品紹介でまだ紹介してないけど、パジャマ一応持って行ってきます。シーンで、いつも忘れ物するんやけど、あれさえしようとしてますね、あなた。なんかわいい。ほんでからの2日目の服、なんか面白い話でもしようか。コロナになってから旅行という旅行に行ってない。これ、これもシーン、シーンの服でばっかりだけど、まだ紹介してないねんな、実は。紹介してないけど先に来ちゃう。さっきシーンの動画あげようかな。アイロンとか置いとんかな、ホテル。あるとかあるくない。次がじゃ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 ん、かわいいやろ。じゃあかわよい、楽しみ。チュアとか入れなあかんしな。まあこれは最後やねんけど、めちゃぐつ買ったブレスレットとかポーチとか。このポーチにさ、めっちゃ気になるね。このポーチに化粧水とか入れようかな。入れてきた、こんな感じ。結構入ってびっくりしてんけど、こんな感じ。たらー、見える？クレンジングはクレイジュ、これ。ちょっともう全部見せてたら時間ないからあれやねんけど、ヘアオイルとかリップクリームとか化粧水とか全部入った。素晴らしい、素晴らしいです。アイロンとかさ、テープ、明日使うやつはとりあえず入れてます。エスパの T シャツに合わせるぞ。これもシーン、パックだよね。パック、これ持っていこう。この気になってたやつ、ダーマレーザー VC100 みたいな、これいただいたやつ試してみるよ。ほんでからの2日目に使うカバン、じゃじゃん、靴、これ入れていきます。キャリーケース入れるときにいつも思うけど、自分の靴ごつすぎてこういうときちょっとだるいなって思う。あ、ごめん。このさ、シーンのジップロックめっちゃいいよな。こういう時に日程ごとに分けて入れていきます。持ってかないでもらっていいですか。ね、やめて。ねえちゃん、いけるいける、ぶち込んでしまえ。ねえちゃん、明日からちょっとお留守番しててね。スワちゃんも2人で仲良くしててね。こんな感じで入れたらめっちゃかさばらんで済むから。帰りもさ、旅行あるあるやと思うけど、息し入ってたのに帰り急に入らんくなる現象は起こるやん。喧嘩しないでもらってよろしいですか。それがなくなるからいいですね。カバンも一緒に入れちゃおう。お願いだからやめてください。目離したらすぐこれですね、あなたは。くれ、これ韓国語やから何言ってるかわからんねん。に、ね、かわいい。はい、あなたに気を取られてると何もできません。そうや、これ絶対持っていかないとあかんってやつがある。この充電器とこれ。私あの過去に筋膜リリースの動画を上げてるんですけど、筋膜リリースのローラー使わんでいい版、手でこうやってできるバージョンなんですけど、これマジで指原莉乃ちゃんが紹介してて買ったんですけど、めっちゃいいよな。痛すぎる、あ、腰痛い、おばあだ。これやっていかないと。見て、楽しみ、絶対可愛いな。これも入れるの、双眼鏡。あ、ほんまや、私双眼。双眼、あ、待って、住所絶対映っとってんけど。私双眼鏡めっちゃ高いの買った。最近は一杯、かわいい、めっちゃかわいい、チカチカすんねや。これはでもお姉ちゃんですね。私はパパパパン、パパパパン、パパパパパン。タイミングミスった、壊しそう。お、こわ、こわ、普通に
手に硬いよな、これ。壊しそうやねんけど。これで自分の方壊したら結構やぶ。マジで名前エスパーやばいな。こんな格好で言うなよって感じやな。みんなに見せればよかったね、ちゃんと。かわいいね。楽しみすぎる、ほんまに。今日寝れるか結構心配やけど、寝不足すぎて余裕で寝れる。逆に寝不足にしといてよかったわ。はっ、パワーで飽きてやるぜ。開いた。甘い。これで？そう、私下の人と喧嘩中やね。それはせやけど。めっちゃ怒られるの。隣にうるさいかな。迫力頑張ってんねん。ドア開けんかったりとかさ。人が走り回ってるわけです。しかもさ、私が寝てる間にさ、椅子が引きずってる音がするって言われたの。怖くない？普通に。これに関してはさ、もう怖かったからだ。この家なんかおる。おお、びっくりした。なんでも怒られすぎて、待って怖い、終わりそう、ほんまに。もうちょっとやりやすい作りにしてほしかった。パカって開ける感じの、ほんまに怖い、どうしよう。ガチャガチャのカプセル壊しながら開けるみたいな。え、そうそうそう、感覚にしか。閉まらへんねんけど、ここがなぜか硬い。硬いの。おい、やば、もっとやりやすいやってくれ。やんできた。けど、ええ、あかん、これは通り分かってしない。向き逆やった、はめる方向。あ、怖い。これ暗くてさ、今見えてないだけで、日々とか言ってないよな。マジで日々だけはお願い、やめて。はぁ、よかった。汗みんな合わない。かわよい、こうやってパンチャ。なんか痛そうや。見えへんかったな。最近よく言葉が詰まります。どうしかな。なんかほんま何も出てこんくなんねん。マジ傷つくなよ。大丈夫か、これはさすがに。ステッカー買ってん、ステッカー。あー、かわいいね。あー、絶対に貼りたい。え、かわいすぎるねんけど。見て、ステッカー貼りまくった。最高。これでいく。それぐらいかも。でももうないねんけど。あった、望遠鏡も持っていきます。双眼鏡。え、双眼鏡なの？これ望遠鏡じゃないの？なんか崩れそうで怖いね。思ったよりスペース空きすぎてて、何こんなスペースあるんだろう。メイクルーム。そっか。この iPhone ケースが可愛すぎて、マジでお気に入りすぎる。めっちゃうまくいってよかった。バイバーイ。楽しんできます。